実の水鏡がケテルを見つける唯一の手がかりだったのに。ラファエルと二人で見つけた時には割れてたの。本当か、ミカさん。そいつが自分で割ったのかもしれないだろう。正体がバレそうになってさ。何言ってるんすか先輩。どうなんだよラミエル。正体がバレそうになったお前は鏡を割り、ラファ君も石にした。違うか。違う。飛躍しすぎっすよ。その時間他のみんなは仲間と一緒だった。やれるチャンスがあったのはこいつだけだ。鏡は最初から。それを証明できるやつはいないんだよ。お前が石にしちまったからな。違う。ラミエル待て。逃げるってのはそういうことだよな。この壁を打ち破ってみせよう。君のそのシラウオのようなお手手では傷一つつけることもかなわぬか。引っ込んでろ亀じじい。まだ感情の高ぶりが足りぬ。その内なる炎を燃やし、その壁を貫いてみせよう。思いを燃やせ、その劇場は力となる。じゃないっすか。こいつら3人で片付けて伝説作りましょうよ。うちらの絆忘れたんすか。忘れるもんか。だからこそ仲間を守んなきゃいけないんだ。先輩やめてよ。逃がさないぞ、ケテル！
ろ。ゆっくりあいつの化けの皮を剥いでやる。先輩、まずいっすよこれ。違うって言ってるのに。何なんだよあいつ。ラミエルは切れたらヤバいっすよ。火山の敵兵の数は敵軍30万、拠点は鬼神の谷。信じてくれたの？すまない、二人とも。どうしてケテルがこんなやり方をするのか分かった気がします。奴は怖いんすよ、うちらの友情が。信じ合う力は何よりも強い武器だから。それを壊しておきたい。よかった、どうなることかと思いましたね。大変なのはここからだぞ。必ずケテルを見つける。また伝説作りましょう。
回私のゲームから解放されたのはカマエルさんとラミエルさんです。さあ石を集めるっち。シンクロッチ勝負はもらった。やめるっち。また私の勝ちだな。モンスターストライクパーティーゲームルシファー VS キングクロッチ、楽しんでくれよな。チャンネル登録と高評価してくれるよね。当たり前だろ。うちらの絆なめんじゃねえ。